可変排気ポート式排気デバイスの一例、ヤマハユープブス排気デバイスとは、主に排気効率や新機の充填効率の向上を目的とし、エンジンの排気経路に付加される装置のこと。4ストロークエンジンの場合には、可変排気システムと呼ばれる場合も多い。英語圏では2ストロークの排気デバイスは、パワーバルブシステムとも呼ばれる。排気ガスは音速を超えて、熱と圧力を、 エンジン外へ排出し、エンジンにおける損失の一部となる。排気デバイスは特に音速を超える排気ガスの運動エネルギーを利用している。主に排気経路の途中に設けられたバルブを開閉することなどによって、複数ある排気管を切り替えたり、集合管の場合には集合方式を切り替えたりすることで、排気効率や充填効率の向上を図る。 ホンダビートに採用されたサブチャンバー式排気デバイス v t a スの概念図。任意の操作によりサブチャンバーへの経路が閉鎖される構造で、これを自動化したものがアッテックである。ニストロークエンジンにおいては、主に排気経路途中に設けられた複室へ排気を導きメインのエキゾーストチャンバーの効果を補助するサブチャンバー式と排気ポート部に可動式のシャッターを配置して、 ポートプロフィールそのものを変化させる、可変廃棄ポート式の2種類に対別できる。サブチャンバー式は、ホンダのアッテク、スズキのエスクが代表的な存在であり、可変廃棄ポート式は、ヤマハのユープブス、ホンダの HPP、RC バルブ、スズキの E トック等が存在する。サブチャンバー方式のュとして、排気管の間に開閉式の通路を設けた、川崎の KVSS。 可変排気ポート式の足として、回転数に応じて排気ポート数が増える川崎のギップスといった方式も存在する。4ストロークエンジン用としては、ヤマハのエグスプが代表的で、同様のコンセプトで作られたものに鈴木イグゾースト、チューニング、ホンダベリアブルインテークイグゾーストがある。ありがとうございます。